現在進められている新型コロナワクチンの接種では16歳以上が対象とされてきましたしかしその後のファイザーの治験で12歳から15歳でも安全性と有効性が確認されたことからファイザーが取り扱いについての文書を改定し対象年齢を拡大しましたこれを受けて厚労省は接種の対象に12歳から15歳も加えることを決めました 6月1日からの適用で64歳以下と同様に6月中旬に自治体から接種券が配布されるということです。